揚げまんっていうのは完全なる褒め言葉で、いわば勝利の女神なんですよ。つまり男性を変えるのではなく、あなたが変わる。精神的に自立していない人は下げまんです。今回のヴィーガン杉口カンでございます。このチャンネルは自分のことを大好きになって、大好きな彼を奥に近いから愛され、愛も富も美も手に入れ、夢を楽しく軽やかにサクサクどんどん叶えていく方法をお伝えしているチャンネルとなっております。はい、本日のテーマは、あなたはどっち、揚げまんか下げまんかということで、男性にとってもちろん愛される女性は揚げまんなんですね。今日の動画では、一緒にいるだけで男性の運気をぐんぐん上げていく女性と、逆に男性の運気もエネルギーも奪ってしまう下げまん女性についてお話をさせていただきます。それでは皆さん、揚げまん女性を目指して早速いってみましょう。まず、恋愛や婚活や出会いを求めるときに、男性に対してかっこよくて優しくて収入も高くて、もう全てが完璧みたいな完璧君を求める方が多いんですけれども、完璧君なんて存在しないし、自分が揚げまん女性になってしまえば良くない男性はダメですけれども、自分の中でね、合格点が出ている男性であれば、どんどん飛躍をしていくことができます。つまり男性を変えるのではなく、あなたが変わるということで、この揚げまん女性になることでますます愛されるどう考えてもさ、男性って社会で活躍したいと思っていて、自分の能力を認められたいと思ってるんですよね。で、一緒にいる女性が揚げまん女性であったら、その男性の仕事運、社会運、人気運、稼ぐ力なども上がっていくじゃないですか。そういう女性手放したくないですよ。過去 YouTube で、男が惚れる揚げまん女とは、揚げまんになるために大事な8つのことをお出ししております。これも結構たくさんの方に見ていただいているので、概要欄にリンクを貼っているので合わせてチェックしてください。揚げまん女性が持っている8つについてお話をしております。今日の動画はそれとは違った揚げまん下げまんのお話となります。揚げまんっていうのは完全なる褒め言葉で、いわば勝利の女神なんですよ。勝利の女神の特徴はですね、見返りを求めない、はい、ギブアンドテイクじゃなくて、ギブアンドギブアンドギブなんですね。これは見返りを求めた尽くすという行為ではなくて、自分がそのことが好きで見返りなく行動ができるっていうことなんですね。だから男性に何かしてもらうことも当たり前だと思っていないし、自分がちょっとでも相手のために何かをしたらお礼してくれるよねっていうような見返りも求めていません。つまりベースが愛情ベースでの行動があるんですね。次に、精神的に自立しているから相手に依存しないの。例えば、ちょっと心が弱くて自立をしていない女性だったら、ちょっとでも彼に会えないと、寂しい、会いたい、死んじゃう、みたいな、メンヘラ的わがままを発動するんだけれども、この揚げまん女性に至っては、相手に依存していないんですね。お互い愛し合っていて、会えない時って、まあ、彼もきっと寂しかったり、会いたいと思っているじゃない？だから、そこでね、そばにいないだけで、精神的に不安定になってしまうような、心の弱い女性と一緒にいたら、自分の仕事のパフォーマンスも下がるし、時間も労力もエネルギーも奪われちゃうんですよね。そういう女性って、下げまんなんですね。で、会えない時こそ、お互い頑張ろうね、とか、次会える日を目標に、私これを頑張る、とかさ、そうやって前向きな気持ちでいることができる、精神的に自立していない人は、下げまんです。はい、次にですね、彼と程よい距離を保つことができる人です。この程よい距離なんですけど、距離と彼が近ければ近いほどラブラブっていう方いるかもしれませんが、それはですね、恋愛至上主義になっていて、自分の生活の全てが恋愛になっているような四六時中恋愛女なんですよね。自立をしている女性って、恋愛だけでなく仕事とか趣味、友達、何らかね、彼以外の時間も充実しているんですね。だからずっと一緒にいるっていうことがないんです。恋愛ばかりに固執している恋愛体質女子の方は、残念ながら下げまん確定です。恋愛が好きで楽しいと思っているけれども、それはそれで全然いいんですが、24時間彼のことで何にも考えられないっていう方は、彼にとってお荷物で下げまんです。はい、次にですね、揚げまん女性は意志が強い、意
志があるっていうのは自分軸があるとも言い換えられていて、例えば世の中さ、誘惑ってたくさんあると思うんだよね。そんな時でもどんなことがあっても自分の信念を貫くことができ、かつ冷静な判断ができる人、例えばすぐに稼げるとかさ、めちゃめちゃいい人紹介するとかさ、とにかく甘い誘惑に流されることがない、冷静な判断ができるってこと。アケマン女性はだからさ、浮気もしませんからね。自分の中でダメなものはダメっていう線引きが明確だから、雰囲気流されてね、痛い思いをすることもないっていうことです。はい、次にアケマン女性は愛情表現があります。愛情表現のポイントは重くないことで、下げマン女性の愛情表現はこんな感じなんです。〇〇くんがいないと私死んじゃうとか、あなたも好きって言ってくれないとか、要はメンヘラを発動して相手に強要させるんですね。下げマン女性の愛情表現は、好きだから明るくポップに出ちゃったって感じ。〇〇くんかっこいいねとか、あ、めちゃめちゃ最高じゃないとか、日常の中の当たり前の言葉としてポンと出る、軽くて真実、ポンポンポンって感じ。下げマンちゃんはドーンの一撃が重い、ネガティブなエネルギーを爆弾のように投げてくるってことですね。アゲマン女性の愛情表現を受ける男性は、彼女がいるから俺頑張ろうとかさ、あ、そう言ってもらえて俺すごいんだって彼の自己肯定感が上がったり、彼自身がますますね、仕事や人生に対してやる気が出てくる、自信が高まっていくんですね。はい、次にアゲマン女性は彼の一番の味方です。自分の周りの人以外が全員敵のように感じてしまうことがあったとしても、彼女だけは彼のことを信じるとか、彼女だけは彼のことを応援するとか、こういう芯がある強い気持ちで彼に対しての愛情を出していたら、それを受けるとさ、男性はさ、自分のことを一番の味方で分かってくれるっていう存在がいるだけで力が湧いてくる。一番の味方っていうのは、ちょっと前の動画で大事なパートナーが落ち込んでいる時にやることという動画を出しています。また概要欄にリンク貼っているので、パートナーが落ち込んでいる時にどういう対応を取るかっていうのも、上げまん下げまんが分かるんですよね。当然ね、過度に心配をして彼の悩みをグーって引っ張り出す女性よりかは、私はまんまるくのことを信用しているからって言って大きな愛情で彼を包んでニコニコ笑っている女性の方が上げまんなんですね。はい、今回の動画、アゲマン女性をまとめると、精神的に自立をしていて、彼以外の時間も充実させていて、彼のことを心から愛して自分軸でポジティブな愛情表現を常日頃している女性です。そういう女性って彼に対しての適度な距離感があることによって、彼自身の自由を奪わないんですね。で、この彼の自由を奪ってしまう女性っていうのはメンヘラなんです。メンヘラ気質な人はもう大抵下げマンです。そもそもメンヘラっていうのは心が病んでいるっていうことなんだよね。基本ネガティブ。ネガティブな方向に目を向けるから、彼がちょっとでもレスポンスが遅いと、〇〇くんって他の人と会ってるのかなとか、私のこと忘れちゃったのかなとか、私のこと責めたのかなとか、ただ連絡が遅いっていうだけで、ふわって被害妄想、悪い妄想をして、ネガティブに入っちゃう。ネガティブでかつ自信がないと、彼の自由を奪う束縛をしたりします。束縛をされて好きな人って彼自身もメンヘラなんですよ。彼自身も束縛をされることによって愛情を感じることができるから、大抵メンヘラとメンヘラって釣り合うんですよね。あと嫉妬心も強い。嫉妬っていうのは自分が相手に対して負けている、劣っていると思うから嫉妬していることであって、そもそも勝つも負けるもないじゃないですか。だから自分軸が立って勝ち負けの世界で生きていない人って、嫉妬をしたとしても悪い方向に行かない。嫉妬をしても、あ、私はこういう世界が好きなんだなと思って、それをポジティブに転換することができるんですね。あと下げマン女性って文句とか人の悪口を言ってることが多くて、やっぱりさ、そのネガティブを見ているから言葉自体が良くない。言葉によって現実を作るわけで、そういうネガティブな言葉を常日頃聞いている男性は思考が移るので、だから下げマンです。で、メンヘラが行き着くところは謝、自傷行為なんですね。いつでも彼女のそばにいてあげないといけないというような、男性のエネルギーを奪ってしまう女性は下げマン確定。だから大切なことは、自分軸で自分を愛して、彼も大切に、自分の時間も大切にする人です。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。公式 LINE ではどの女性も一流男性から愛される方法7 days を7日間配信しておりますので、ぜひ概要欄から登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価、
コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃればチャンネル登録もよろしくね。はい、皆様、この動画見てくださった皆様はね、ぜひアゲマン女性にどんどんなっていきましょう。私酒マンかもしれないと思われた方、じゃあ今気づけてよかった、人生はいつからでも変わることができますから、まずは、自分の時間を充実させること、自分のことを愛して彼以外の時間も充実させること、そして普段私ね、ブログでね、これまで6年ぐらいにわたってね、たくさん記事を書いておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、みんなでますます上げていきましょう。本日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。YouTube 毎日6時に配信しておりますので、ぜひ次の動画もお楽しみください。それではまたねー。